はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日もセイントセイヤレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。はい、今見ていただいたのは、冥王ハーデス編のね、開幕ムービーということで、先ほどね、Twitter が更新されて、突如ね、流れていました。僕、ポセイドン編35章ですけど、ポセイドン編35章までが実装されるんだと思ってたんですけど、これもしかしたら一気に12級編夜っていう感じになってるんですけど、これの一部も追加される可能性ありますね。四死級ぐらいまで、ね、ワンチャンありますね。一気にここまで来るか、どうなる、どこまで展開されるのか、一気に実装してもいい気はしますけどね。次がまた先になるだろうからね。今回はね、パンドラですね。こちらの方をね、まあ、紹介していこうかなっていう風に思ってます。借りれないかなって思ったんですけど、昨日申請して借りれました。多分ちょうど良さげな感じかな。星11でクロスレベル10まで解放されてます。僕のね、すべてのスキルが、まあ、解放された状態になるので、少しは参考になるかなっていう風に思ってます。パンドラの説明をしていきます。パンドラは、まあ、奥義、パンドラの箱ということで、まあ、敵味方に5回、ドゥームを放ちます。ドゥームは常に戦場で最もダメージを受けているユニットをターゲットとします。で、ドゥームが味方をターゲットにした場合は、攻撃力の 180% 回復し、さらに失った人分で 40% 回復します。ドゥームが敵をターゲットにした場合、ターゲットに攻撃力 180% のダメージを与え、さらに失った人分で 40% 回復します。5発なんで、パンドラの攻撃力 180%。っていうことになると思います。これさっき当たったんですよ。敵クリアしちゃいそうになったんで抜けたんですけど、これね、結構いいダメージ与えましたね。まあさすがにね、こう5回でしょ。同じやつに5回放つわけですから、要は 180% 5回でしょ。これはね、ちょっとやばいっすね。これね、回復しますってなってるけど、多分ミスですね。攻撃しますだと思います。サイクルスキル、悪魔の槍。槍で攻撃し、前方3体に 180% のダメージを与えます。槍の力により、ターゲットが受ける回復力が4秒間 75% 減少します。ちゃー役に立ちますね。前方3体。ダメージ倍率はね、やっぱその分低いんですけど。前方3体攻撃といえば、氷河、神、アイザックとかになってくるんですけど、そこと比べるとちょっと倍率低いんですけど、ただ、回復力減少っていうのはね、しかもこの倍率なんで、まあこれは結構でかいのかなっていう。自分がね、味方を耐久させようっていうセイントなのに、まあちょっとセイントって言いますね。このゲーム、闘士だったり、セイントっていう風に。キャラのこと言うんで、統一して僕は、闘士、セイントって言うんで、この回復力減少をかけるのは、かなりでかいよね。これだけの倍率、なかなかないんでね。これが、また強いと。反対の願い。これが、ダメージが回復効果になると。回復力っていうのは高いよ。そもそも最もダメージ受けてる味方ですからね。自分対象外ですけど、難しいね。狙って対象を決めるっていうゲートができる人は、まあ、相当テクニカルな編成組める人、だと思うんですけど、普通に運用してたら、まあ、前衛にかかるっていうふうに思いますが、多分、このスキルを考慮して使おうって思った場合は、例えば、後衛に、相手に後衛攻撃をしてくるやつだったりとか、がいるところを、いるのを狙って編成したりとか、相手に聖夜がいたりとか、っていうところに狙いを絞って入れると、後衛のアタッカー、まあ、シュンとか、聖夜とか、守れる、じゃないかなっていう気はしますね。でも、一体なんでね。それが、どのくらいの効果があるのか。で、これ 3.5 秒間持続ってなってますけど、多分だけど、これパンドラ死んだら、ダメだと思います。ここまでの検証は多分、今回のことではね、お伝えできないと思います。うん、さすがに。ですので、ここら辺をね、うまく見せられないかもしれないんですけど、あ、さっきの、貫突パンドラの方だったら見せられますね。ドゥームスター、パンドラが存在する場合、彼女を除くすべてのユニットは、毎秒最大ヒットポイント 1.25% までのダメージを受けます。これ、まあ、1.25% のダメージを受けますですね。スリップダメージが入ると。このダメージはパンドラの攻撃力の 125% が上限です。ということで、これ、実際何秒間なのかっていうのは、ちょっと分かりづらいですよね。そこら辺はね、難しいんですけど、まあでもこれのおかげで最後に残る銅鉱とかバイアンとかを削り切って倒せましたなんてことは多分ないと思います。 1.25% なんで、そんなの銅鉱とかね、一瞬で回復しちゃうんでね。バイアンはまあ回復しないですけど、このドゥームスターのおかげでみたいなのはないと思います。これはね、ドゥームスターはこのクロスのこの効果のためのスキルだっていう風に僕は解釈してます。
クロスはパンドラの箱が味方を回復すると対象のすべてのデバフが解除され5秒間祝福が付与されます。これ祝福っていうのは受領効果が上がります。確か受領効果っていうのは自分が回復される時の回復効果が上がります。確かそういうスキルだったと思います。パンドラが敵にダメージを与えるとターゲットからバフが剥がされ5秒間の間回復できなくなりますと。これ結構強いな。これがそうだよね。ドゥームスターがダメージを与えるたびパンドラコスモ100回復します。これは見せたいですね。貫突のやつでパンドラは使おうと思ったらまあ、やっぱねこれはね静粛1は欲しいですね。自分対象にできるようにできる方がやっぱり強いですよね。ドゥームスターも強いしパンドラの箱も強いし、この反対の願いが自分にも来ると、最もダメージ受けてるキャラがセイントが自分だった場合、まあ、自分だった場合の方が一番効果ありますね。これに関してはだって仲間に回復してたとしてパンドラが死んじゃったらその効果なくなっちゃいますから。であとねこのパンドラの箱もそのドゥームを5回放つっていうのがパンドラの箱を発動させて、その宝箱はパカって開くんですけど、そこから弾が出るんですよ。弾みたいなのが。で、それが着弾しないとダメージ入らないんで、それまでに倒れると、サガのギャラクシアンエクスプロージョンとかみたいにダメージ入らないっていう感じになるんで、この倍率なんで、まあ強いので、それはしょうがないのかなっていうふうには思いますが、そんな感じですね。運用するんだったら、やっぱね、静粛1ぐらいまでは欲しいかな。クロスレベル2とかでも、魔音とかでアシスト4体とかっていう編成のやつとかあったりするんで、そういうのでも、まあかなり使えるんじゃないかなっていうふうに思います。この奥義自体は、ぶっちゃけ、低突でも、まあそこそこ使えるとは思うけど、魔音でね、使うために取る。っていう取るかって言ったら、まあ、それはちょっと微妙かもしれないけど、まあ、素体だけ確保しておいてもいいんじゃないかな。で、一応お伝えした動画でお伝えしたかな、ゴッドクロス神がね来たんですけど、ログインボーナスでね手に入るんですよ。ゴッドクロス神、ゴッドクロスアルデバランの時のことを忘れちゃったんですけど、多分これログボで手に入りますね。僕一応ゴッドクロスアルデバランも持ってんだよな。覚えてないんだよね。もう多分ね一体手に入るんじゃないかな。さすがにね始まったばっかりで花びら回すっていうことはしてないと思うんでね、手に入ると思います。おそらくねこれはしてもらわないとちょっとしんどいかなっていうのもあるんで、ちょっと一旦見てみますか。これが多分ドゥームでしょ。これ今の気にしないでください。耐えられない。これたまに石化するじゃないですか。それはさっきの槍ですね。槍の効果でアルゴル攻撃しちゃって石化してるって感じですね。さっきね、奥義撃ったとき、奥義撃ったら、相手を壊滅させたんですよね。ちょっと撃たせて。アステリオン、蹴飛ばせ。おい、何やってんだ、お前。アルゴルだるいな。オッケーオッケー。
俺の必殺技、パンドラの箱、発動。で、まず、アルゴルに一発入りました。で、アルゴルが倒れる。で、次にアステリオンに1、2、今3発か。で、最後、アクサガに4発目が、あ、5発目が入るという感じで、76万ダメージ出ました。倒すとね、そのまま対象、次のやつをね、選んでくれるっていうことで、まあ、これかなりいいんじゃないですかね。で、なんか、アステリオン球体みたいに入ってんのが、反転かなあれが。おそらく。うん。アステリオン、この3600っていう回復はないだろうからな。うん、食らってるダメージ、そのままですね。アクサガから通常攻撃が、あれなのかな？あ、違うな。ん？あれ、多分、あれっすね。スリップダメージですね。パンドラの使う。あれでも回復するんだね。これはもう、必ず回復する仕組みになってるんだね。これはなかなか面白い。で、あとは、アナザーディメンションとかね。相手アクサがいると、結構、なんかスリープダメージ系のやついると、かなり回復できそうですね。さて、どうなる？あのさ、ギャラクシアンエクスプロージョンが飛んでくるが。パンドラが溜まった。パンドラが先に撃つのか？あっちよりも。あ、先に。アルケティまだ撃ってる。てか、ギャラクシアンエクスプロージョンよりも先に着弾したぞ。パンドラの箱、結構攻撃早いっすね。いいね。一旦ここをこういう感じで持っていければ、かなり有利な展開に持っていける感じなんだね。まあ、倒すかどうかね。悩んだんだけど、ちょっと DPS 見たいなと思ったんで、倒すことにしましたというところでございます。全然回復してねえんだけど。ほとんどのやつが、攻撃になってましたね。なんかそういう風には見えなかったけど。でも、さっきのパンドラの箱が、これだけ効果を発揮したってことだよね。悪魔の槍で、そんなに倒せるとは思えないから、さっきの丸は反対の願いか。ドゥームスターのダメージも入ってるのかな？パンドラ入れてクリアできたんで、まあそういうことだと思います。一応貫突パンドラも見てもらおうか。貫突パンドラもしかしたらね、凍結パーとか合うかもしれないですね。今回は最低限の戦力で。これはね、おそらく、これ貼ってんのは、強行シオンの効果だと思います。これ今5対1なんだけど、一人でここまで耐えちゃうっていう謎の耐久力。謎の耐久力ありますね。回復量そんなにないんだけどね。謎の耐久力してるんですよね。まぁ、ちょっとパラメーターが見たいんだけど、見れないんだよね。240、あ、でも240か、レベル。じゃあ、あんま変わんねえか。240超えてくると、パラメーターの上昇値が変わってくるじゃないですか。あ、でも逆に言うと240であれだけ耐えられるんだ。っていうことですね。まあ、静粛までね、解放すると、
まあ、あのぐらいの耐久力は持たせられるっていうことだと思います。まあ、パンドラが一番ダメージを受けるっていう状態になるかはわかんないですけど、面白いものをね、見せられたかなっていうふうに思います。がっつり狙っていくかっていうと、どうだろうね、ポセイドンを途中まで取ってる人は、ポセイドン取っても取った方がいいんじゃないかなって気はしてます。なんでかっていうと、パンドラは勇気ショップに入るからです。カノンもそうだけど。なのでね、焦らず、そこはね、言っていただいていいんじゃないかなと。ポセイドンはね、入らないです。ポセイドンはどこのショップにも入らないです。アテナとかも。だからそういうショップに入らないセイントを、まあ、優先に取っていくの方、の方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。素体は取っといた方がいい気がするんで、まあ、可能だったら星6くらいは持っといた方がいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん。魔音とかでもね、とりあえず出すだけ出しといて、みたいな。うん。こともできるんで。アシス4体とかっていなかったりするんでね。というわけでね、ご視聴いただき誠にありがとうございます。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。